こんにちは、スタイリストのムシュンです。今回の動画では、6月の手抜きコーデということで、皆さんにですね、具体的に3つのですね、スタイルをご提案してみたいなというふうに思ってます。 6月というのはですね、基本的に暖かくはあるんですが、梅雨時期だったりもするわけで、まあ、晴れた日と雨の日で全然気温が変わったりするのかなと思ってます。まあ、この季節はですね、結構ファッションに悩む方も多いかなと思ってますので、具体的なコーディネートを3つご紹介したいんですが、 ま、なるべくですね、見ていただいている方に簡単に取り入れていただけるようにですね、手抜きコーディネートというテーマでお届けをしてみたいなというふうに思ってます。まあ、確かにですね、おしゃれというのはいろんな凝ったことをするのも楽しいんですが、なるべく時間をかけずにサクッとできるということもですね、一つのメリットかなと思ってまして、これはですね、僕の性格の問題ではあるかなと思うんですが、なるべくですね、コーディネートにあまり時間ですとか、頭を使いたくないというところがあるので、まあ、今回ご提案する3つはですね、 結構サクッとコーディネートしやすいかなと思ってますのでよかったら参考にしていただければなというふうに思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていますもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの紹介に関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で紹介をしてますので気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼ってますのでよかったらそちらからチェックをしていただければなというふうに思っていますそれでは早速行ってみましょう はい。ということで、早速一つ目の手抜きコーデからお伝えしたいなと思ってるんですが、まず上に着てるこちらなんですけども、まあ、パッと見は T シャツに見えるかもしれないんですが、 こちらはですね、素材がニットになってるんですね、まあ。いわゆる最近定番となりつつあるニット T シャツのようなアイテムなんですが、まあ、こういったものがまさにですね、6月には使い勝手がいいかなと思っています、まあ。T シャツ1枚のスタイルというのはですね、夏場はいいんですが、6月ぐらいだとちょっと肌寒いことがあるかなと思うので、まあ、こういった季節にはですね、T シャツよりも少し厚手のですね、 こういったニット T シャツがかなり使い勝手がいいかなというふうに思っています。そしてこのニット T シャツの下にはですね、白の丸首の T シャツを着るようにして、少しですね、襟元から見せてあげると、軽快な感じが伝わりやすいかなというふうに思っています。そしてボトムスに関しては、今回は手抜きコーデということで、なるべくですね、効率化したいかなと思ってまして、今回はブラックのスラックスを合わせています。僕がですね、もう愛用しているのは、動画の中でもですね、何度も何度もですね、こすり倒してきました。 今期のユニクロ U のですね、レギュラーフィットテーパードですね。これが使い勝手が良くて僕はすごく愛用してるわけなんですね。まあ、動画の中でも解説をしてますが、本当にプライベートでもよく履いているボトムスになるんですが、こういったブラック系のパンツはですね、一つのユニフォーム的な感覚で使えるかなと思うので、少しゆったりめのものが好きな方は僕のようなものもいいかなと思うんですが、まあ、定番的に合わせやすいのは、 ユニクロのスマートアンクルパンツですね。まあ、こういったものを軸にしながらですね、パンツは固定してしまうというのが楽かなと思うので、ぜひ皆さんも取り入れていただきたいなというふうに思っています。まあ、パンツを固定していても、上半身を変えたり、あとは靴ですね。 こういったものを変えるだけで、だいぶ印象が変わるかなと思うんですね。今は着こなしが結構モノトーンになっていて、上半身も明るさがあまりないので、白レザースニーカーで明るさを少し立つようにしています。まあ、このようなコーディネートはすごく簡単なので、ぜひ皆さんにもですね、トライをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、特に30代後半から40代の男性にはですね、T シャツ1枚のスタイルもいいんですが、こういったニット T シャツのような、やや上品さが漂うようなアイテムというのは、1枚持っておくとすごく使いやすいかなと思います。 と思うのでぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っていますはい続いて2つ目の手抜きコーデなんですが 今度はですね、上半身、シャツを主役としてるんですね。まあ、シャツもですね、いろんなものがあるんですが、その中でもですね、今回僕が選んだのは、ブルーベースのストライプのシャツになっています。まあ、こういったものが1枚あると、結構ですね、6月、肌寒いなという時にも、長袖になっているので、それなりに体温調整がしやすいかなと思っています。まあ、シャツというアイテム、僕は個人的に大好きなんですが、1枚で着るだけで、小綺麗な雰囲気が漂うので、1枚持っておくとすごく便利です。 便利なななアイテムなのかなという,ふうに思ってますでシャツの中でもですね、こういったストライプ柄だと、ちょっとですね、着こなしにアクセント的な要素を取り込むことができるので、結構一枚でも華やかな印象にもなりやすいかなというふうに思っています。まあ、ストライプの幅によってもですね、見え方が変わるんですが、結構こちらはビジネスシャツのような細かいストライプではなくて、割とですね、大ぶりなストライプになっているので、カジュアルに着るには使い勝手がいいかなと思っています。まあ、こちらはですね、先々月ぐらいですね、チャオパニックティピーで買ったものなんですが。 ががかかななななりですすすねサイイズ感も今っっっぽくく少ししゆるるさあよううスタイルににてててままごく使いいいい勝手がいいシャツと思こういったシャツスタイルで1枚で着ていただくのも結構ですね、清潔感みたいなものが漂いやすいかなと思うのでぜひトライをしていただきたいなというふうに思っています。でですね、ポイントなんですが僕はですね、第1ボタンまで閉めてちょっと小綺麗に着るのが好きなんですね。このようなボタンの締め方にもトレンドがありまして、まあ、以前はですね、第2ボタンまで開けるようなセクシーな着方を してる男性もも少なくなくくて、まあ、僕自身もですね今から6、7年ぐらい前にはやっていたわけなんですが、今はですね、そういったスタイルよりもですね、むしろ第一ボタンを閉めるような、ちょっと小綺麗な着こなしの方が旬かなと思うので、そういった部分も頭の片隅に置いていただければなと思っています。 で、先ほど同じようにボトムスはですね、ブラック系のスラックス、ここはとことん手抜きをしているわけなんですが、今度足元にはですね、グレー系のシューズですね、まあ、ニューバランスのスニーカーを合わせているわけなんですが、結構ですね、こういったブラック系のスラックスとニューバランスのスニーカーという組み合わせは相性がめちゃくちゃいいんですね。ですが、個人的にも好きなんですけども、ブラックのスラックス履いて、グレーのニューバランスのスニーカー履いて、その間にはですね、白のリブソックスで埋めてあげるというバランスが、 結構ですね、洒落て見えやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています。まあ先ほどのような半袖のニットもいいんですけども、二の腕が見えるのがあまり好きではない方はですね、こういった長袖のシャツを活用しながら、6月の着こなしを楽しんでいただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト3点目の手抜きコーデなんですが、今回の主役はですね、こちらの上に羽織っているナイロンジャケットですね。 まあこういったものもですね、梅雨時期に雨風をしのぐには、すごくあると便利なアイテムかなというふうに思っています。僕はこれ去年買ってめちゃくちゃ重宝しました、アークテリクスのスコーミッシュフーディというシリーズなんですけども、かなりこれは薄手の作りになっているので、6月そこまで気温は高くないんだけども、雨風は防ぎたい時にはですね、こういったものが一枚あると、すごく便利かなと思っています。まあ実際去年の梅雨時期はすごく来たわけなんですけども、こういった形で T シャツと合わせてコーディネートするのが個人的には気に入って このようなスタイルだと雨が止んでちょっとあったかいなと思った時には上を脱いでしまえば T シャツ1枚でもですね着こなしが成立するかなと思うのですごく使い勝手のいいコーディネートになってるかなと思っています。 まあ、ボトムスは先ほどと同じなんですけども、結構ですね、ナイロンパーカーというものがカジュアルなアイテムなので、それに対してボトムスがですね、ブルージーンズですとか、チノパンだとかなりカジュアルな方向に向かってしまうんですけども、こういったブラック系のパンツ、しかもセンタープレスが入っているものなんかはですね、かなり小綺麗に見えるので、 ナイロンジャケットのカジュアルさとスラックス系の綺麗さでちょうどですね、バランスが取りやすいかなと思うので、こういったスタイルというところも頭の片隅に置いていただければなと思っています。靴に関してはですね、今回はエアマックス97を合わせてですね、基本的に全身で使う色に関しては、ブラックとホワイトで統一をするようにして、ちょっと T シャツのプリントで色をさしてあげるのもいいかなと思うので、こういったスタイルも一つのですね、参考にしていただければなというふうに思っています。 はい。ということで、今回の動画では、6月の手抜きコーデを皆さんに具体的に3つご紹介させていただきました。どのコーディネートも手抜きというからにはですね、すごく簡単で実現しやすいものになっているかなと思うので、ぜひ皆さんの参考にしていただければなというふうに思っています。ポイントはですね、ボトムスはブラック系のもので固定をしながら、 上半身だとか、あとは靴ですね。この2点を変えるだけで見え方を変えるというところになるかなと思っています。例えばトップスに関しては、今回ご紹介したような半袖のニットにしてみるだとか、長袖のシャツにしてみるだとか、もしくはちょっと寒い時にはですね、ナイロンジャケットですね、アークテリックスですとか、ノースフェイスですとか、こういったものを揃えていただいて、それぞれですね、気温に合わせて着替えていただければ、かなりですね、6月のコーディネートとしては充実しやすいかなと思っています。 なかなか着こなしが難しい時期ではあるんですが、ぜひ今回の動画を参考にしながら、6月の着こなしを楽しんでいただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では、中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。 皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山のメンンバーシップチャンネル